熊本市交通局1200系電車は、熊本市交通局に在籍する路面電車車両である。1958年に200型として導入され、ワンマン運転対応改造の際に1200型に改められた。200系、あとの1200型は、熊本市交通局が1958年6月に導入した車両である。導入数は10両。 1949年導入の120型から数えて熊本市電では旧形式目となるボギー車であり、この導入でボギー車は計44両となった。また一度に10両もの導入はボギー車では最多である。メーカーは東洋後期でメーカーが同じ前回導入の188系、190型に類似する。熊本市電における ワンマン運転の拡大に伴い、1966年にワンマンカー改造工事が順次施行された。施行に最初350系同様に、原番号に1000を加えた1200型となったが、トップナンバーの200号に関しては1210号へと変更されている。1970年代前半にかけて実施された路線縮小と3系統以外の路線廃止後も全車残存し、 加えて1978年から翌年にかけて全車に冷房設備の設置も行われた。このうち最初の2両は日本で初めての冷房付き路面電車車両である。1985年から翌年にかけて4両が車体更新車8500型への危機器提供のため廃車されたが他の廃車はなく2018年4月1日現在6両が熊本市交通局に在籍する。 1200型は、反抗性、低床構造のボギー車である。全長は12.0メートル、最大幅は2.3056メートル、高さは車体高さ3.1466メートルパンタグラフ、折りたたみ高さ3.805メートル、地長は15.3トン、冷暖房設置後は16.4トンである。車体塗装については、下記車体塗装の変遷にて別途記す、ベッドシルス。 車体前面1215車体前面は中央に幅広の大型窓を配する3枚窓のスタイルである。原型では前面窓は3枚とも上下に分かれた2段窓であった。中央窓は188系、190型では押し出し式で開閉する1枚窓であったが、本形式では固定窓の下部に横長の可動部を設けるという形状に変わった。 180系以前の形式でこの形状を採用する車両もあるが本形式に習って後から改造されたものである。両脇の窓が上部固定、下部上昇式である点は188系、190型を踏襲する。窓や窓周りはワンマンカー改造工事の際のワイパー設置や可動式、バックミラー設置をはじめ製造後の改良型数、あり形状が変化している。 中央窓については、廃車されていない6両について1999年時点で固定1枚窓になっているのが確認できる。また両脇の窓については、1210号に限って上下に分かれていない固定1枚窓に改造されている。全小灯は、そう中央部に配置。微灯については、原型では窓上両端に横長のものが取り付けられていたが、 ワンマンカー改造の際に、そうか、全消灯両脇に下ろされた。この時設置された微灯は停止灯と一体となった、もので、改造当時に広く利用されていたバス用微灯、方向指示器の部品を転用したものである。方向膜は、心臓時より、中央窓上に配置する。車体側面側面の客室扉は片側2箇所ずつ、計4箇所に設置。配置は、左右非対称で、 進行方向に向かって、左側では、車体前方と中央部後より、右側では、中央部前よりと後方になる。熊本市電では、標準のドア配置であり、ワンマン運転時は、中扉が乗車口、前扉が降車口となる。扉は引き戸で、幅は、前後の扉が8 5 0トル中央の扉が1 0 9 0トル。側面窓は、 ドア間に5枚ずつ、その反対側に4枚ずつの配置である。窓は2箇所の戸袋窓を除いて、上下に分かれた2段窓で、上段は固定だが下部が上に開く。窓の形状は188型から採用された、上段 H ゴム指示、下段アルミサッシの使用を踏襲する。中扉、右手窓上にも、方向膜を設置していたが、ワンマンカー改造時に廃止された。 車内の様子客室は最大幅2.08メートル、長さ9.86メートルである。車内の座席は左右ともロングシートで扉間に長さ3.75メートルの座席を、その反対側に長さ2.98メートルの座席を配置する。車内照明は熊本市電では初となる蛍光灯が新造時より採用された。定員は、元は、 座席28人、立、席42人の、計70人であったが、ワンマンカーへの改造で、座席32人、立、席40人の、計72人となり、さらに1978年6月の定員変更で、座席32人、立、席37人の、計69人に減少した。心臓時は他に、例のないオルゴール搭載車両であったが、 電源を発射ベルト共用するため使用は稀で、心臓から2年後の1960年に取り外された。また車内放送装置も心臓時から設置されたが、これも電源の問題から当時ほとんど使用されなかった。本形式が装着する台車は2種類あり、1201から1204号、1210号の5両が、近畿車両製 KD-201K。 1205から1209号の5両が、住友金属工業製 FS-74 型を履く。前車は1350系の半数、後車は1350系の残り半分と1090系の前車も履く。先に登場した住友金属工業 FS-74 型は、熊本市電向きに開発された台車ではあるが、当自動車が、 他の事業者にも広く納入していた上下の揺れ枕に挟む枕バネにコイルバネを用い軸箱指示方式には軸ばね式を採用するという形態の台車の一つである。近畿車両製 KD-201 型も別メーカーの台車だが用目は同じ。両形式とも軸距離は 1400mm、車輪径は 660mm。台車設置の基礎ブレーキ装置は片押し。 式踏み面ブレーキを採用し、一台車につき一個、樹軸側にブレーキシリンダーを設ける。主電動機は、出力 38kW の東洋電気製造製、SS-50 型を一両につき2機設置する。この電動機は、当時の標準機路面電車用標準電動機で、その主要所元は、電圧 600V、電流 73A、回転数 820RPM である。 歯車比は59,14で、駆動は吊り掛け駆動方式による。運転台左手に DB1K4 型直接制御機、右手にブレーキ弁制御機は東洋電気製造製の直接制御機、DB1K4 型を設置。制御方式は直並列組み合わせ制御であり、制御機のノッチは直列4ノッチ、並列4ノッチ、制動7ノッチとなっている。 ブレーキ装置は日本エアーブレーキ製の SM3 直通ブレーキを搭載する。ブレーキ弁は広く一般的な PV-3 型を用いる。これらの主電動機制御機ブレーキ装置の使用は本形式を含む1950年導入の1050型から1350型に至るまでの各形式で共通する。終電装置は新造時、 188型から採用された、騎士型パンタグラフを使用していた。東洋電気製造製の PT-34B 型という形式であったが、故障が多く、一部はビューゲルに取り替えられた。その後ワンマンカー改造の際に、Z 型パンタグラフへと変更されている。熊本市電では、1966年2月より1000型を用いて、ワンマン運転が開始された。 以後、1000型に準ずるワンマンカーへの改造工事が既存車両に対して進められ、その第一弾として本形式に施行された。改造期間は1966年4月から9月にかけて、改造後は原則として9番号に1000を足した番号へと変更されたが、トップナンバーの200号の未1200号とならず、ラストナンバーの1210号となった。 在来者に対するワンマンカー改造は、交通局で施行されたものと北九州の九州車両で施行されたものがあるが、本形式は4両は九州車両で、残り6両は交通局で施行された。改造内容は前述の微糖の変更、ワイパー、可動式バックミラー取り付け、終電装置の取り替えのほか、前面のワンマン表示窓設置、側面の入り口、 出口表示やスピーカーの設置、車体塗装変更、車内の校舎合図ボタン設置などである。運賃箱は1966年8月に当時、在籍の全車両に取り付けられた。ワンマン運転方式は、運転開始当初は、料金前払いの前乗り、後乗り方式であったが、他形式と同様に1966年11月から、 ご払い制の後乗り、前折り方式に変更された。また1976年10月の運賃改定で、運賃制度が均一性から大距離区間制に改められ、整理券方式が採用された。この大距離運賃制時代には車内に整理券発行機や運賃表示機が備えられていた。熊本市電では、利用客の減少から3度にわたって路線が廃止され、 一時は全廃計画まで立てられたが、一転して存続が決まると利用促進に向けた積極投資が続けられた。その代表的なものが冷房化であり、1978年から1980年までの3年間で、ほとんどの車両に冷房装置が搭載された。一般的な鉄道車両の冷房装置は、 交流電源のモーターを使用するため直流の河川電源を交流に変換する補助電源装置を必要とするが、路面電車車両の場合には設置スペースや重量の増加、あるいは価格の面で問題があるため、熊本市電では富士電機へ開発を依頼し、同社が新開発した河川電源直流 600V で稼働する冷房装置を設置することとなった。冷房化。 第一陣には本形式から1202.1208号が選ばれ冷房化菓作者として1978年8月2日より営業運転を開始した。この2両が日本で最初の冷房付き路面電車車両である。冷房装置の形式名は FDA2225 から1系。残りの8両についても1978年から 翌1979年にかけて冷房化工事が施行され、こちらはファド2225から2系冷房装置が設置された。先のファド2225から1型と形状が異なり、丸みを帯びたかまぼこ型断面のファド2225から1型に比して角張った断面になっている。冷房に続き、熊本市電では1979年1月以降、 座席下に電熱式暖房装置を設置する車両も順次登場したが、この暖房設置改造も本形式では重量全車に行われている。8500系8501号1985年3月、8200型に順じた車体と旧型車の機器を組み合わせた、車体更新車として8500型が登場した。導入数は1985年に2両。 翌1986年にも2両である。この8500型に機器を提供したのは本形式であり、1 2 0 6 1 2 0 8号の2両が1985年製造分の、1 2 0 2 1 2 0 9号の2両が1986年製造分の種車としてそれぞれ機器を流用され、廃車された。 廃車日は1206.1208号が1985年3月29日付、1202.1209号が1986年12月31日付。流用機器は、台車、手電動機、制御装置一式、ブレーキ弁、空気圧縮機などである。種車には、最初の冷房車1202.1208号が2両とも含まれるが、 8500系の冷房は直流駆動の FAD 2225型ではなく、インバーター方式の CU-77N 型を搭載する。多形式と共通の改造であるが、1990年代試行の改造には、1991年4月からの列車無線導入に伴う機器設置、1998年3月からの乗車カード、 トゥークマカード導入に伴う上降口へのカードリーダー設置がある。2000年代以降の自伝全車共通の改造には以下のものがある。さらに2012年度より本形式を含む旧型反構成車22両を対象に2015年度までの4年計画で上降口ステップ傘上げ、内外装の再塗装シート、床の張り替えなどからなる自伝車両リフレッシュ事業が行われた。 新造時の車体塗装は当時のボギー車の共通塗装である下部をパープルブルー、上部をクリーム色、屋根部分をライトグリーンに塗ったものであった。その後はマンカー改造の際にクリーム色を基調とし紺色の帯を巻いた塗装に変わった。1980年代には帯の色を緑色に変えたものもあり、これらのクリーム色に紺色ないし、緑色の帯を巻くのが 犯行請求型車グループの標準塗装であった。標準塗装の他一部に全面広告電車もあったが1980年代、初めに消滅、以後は、車体側面の一部に広告ペイントを施したカラー電車が走ったが、車体広告は1989年に一旦全廃された。塗装ではないが、 開業60周年を迎えた1984年8月1日より2週間、1202号と1210号の2両が記念装飾電車として運行された。1989年、熊本市政100周年及び、熊本市交通局開局65周年の記念事業の一環として、市電塗装デザインコンテストが開催され、 1201号と1080系1 8 4号、1090系1 9 3号、1350系線3 5 1号の4両がデザイン車両として9月23日から運転を開始した。1201号のデザインは中央部の白い車線を挟んで前後は青と緑に塗り分け樹木と水を表現したものであった。1990年。 反高性級型車グループに1980年代導入の8200系、8500型に準じたアイボリーに緑の帯を巻いた塗装の車両が出現した。この塗装がグループの標準色となり、本形式では1994年4月時点で1204号を除いてこの標準色へ統一されている。残る1204号は上半分を緑。 下半分をアイボリーとし境目に赤色の帯を巻いた1992年度の特別塗装であったが、これも2000年1月に標準色に塗り替えられた。塗装とは別に、熊本市電では1999年4月にフィルムラッピングによって全面広告電車が復活した。本形式についても広告電車として用いられることがある。書籍雑誌記事。 ありがとうございます。